サンタクロースとトナカイたち伝承においてサンタクロースはクリスマスイブにトナカイに惹かれたソリに乗って空を飛び世界の子供たちへ贈り物を持ってくることになっている。サンタクロースは小アジアの司祭性ニコラウスをモデルに作られた架空の人物でありトナカイともソリとも無関係の存在であったがこのお話が各国に広まり様々なバリエーションの伝説が作られた。 馬の引くそりに乗るも者、宝器にまたがって空を飛ぶもの、トナカイの引くそりに乗るものなど様々なサンタクロース伝説が存在した。その中でアメリカ合衆国の伝説はデパートのクリスマス反則キャンペーンで宣伝されることによって有名になり、トナカイがソリを引くというサンタクロース像が固まるようになった。さらにアメリカ合衆国で発表された二つの 児童文学の作品によって、このトナカイは、伝統的に八刀、または九頭いるとされるようになり、名前も知られるようになった。一つは、ニューヨークの新学者、クレメント・クラーク・ムーアが1823年に発表した子供向けの詩、クリスマスの前の晩」で、この中でサンタクロースは八刀のトナカイ名前を、ダッシャー、ダンサー、プランサー、ビクセン、コメット、キューピット、ドナー、 ブリッツェンと呼んで、早く走るように、元気づけている。この詩は、英語圏の諸国の家庭や、学校や、テレビなどで、クリスマスの頃によく朗読される。もう一つは、ロバート・イルメイが1939年に発表した、童話、ルドルフ・赤花のトナカイで、それまでの8頭のトナカイに、ルドルフという名の一頭を加えて、トナカイチームのリーダーとして活躍する様を書いた。 これは後に、同盟のアニメ映画と、赤花のトナカイという主題歌が作られて、世界的に知られている。ありがとうございます。